あ、さっきね、これゴミ言ってたらね、はあ、武田は物理なのになんであのウイルスの解説するかなんて言ってるけど、大体、はあ、ね、よく見てるね、しかしあんまりね、あの勉強しない科学者がいてね、はい、科学っていうのは DNA どうかとかいうのは全部ね、あの理解してるわけですよ、勉強して、はい、ところがね、あの努力しないのが自分の専門だけを勉強してね、タコツボ的と言いますか、タコツボ的だけやってる人がね、広く勉強してる科学者を批判するわけだよ、自分を守るために。あ、ね、科学、ね、物理なのにとか、ひどい時はね、武田は原子力ってだって、ね、原子力の燃料系じゃないかなんて言ったら言う人もいるわ。ああ、そこまで細分化してね。そう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 、まあ、それに引っかからないですからね、はい、ところであの次のニュースね、今のニュースね、はい、キーワードがあるわけですよ、僕らはもう年金もらえません、もうあの年金を納めてる人はもう年金あの納めるのやめましょうなんて言ったら、またここも下ろされちゃうから言っちゃいけないんだけどいや、下ろしませんから大丈夫です。あ、そうですか。あのね、年金もらえない理屈はなぜかって言ったら、はい、100歳人生になるんですよ、おととし50歳を迎えた人の予想平均余命は50年になって、今50歳の人がお亡くなりになる時の平均寿命が100歳なんですよ、うん、実際再来年かぐらいには50歳以下の女の人と50歳以上の女の人と数が同じくなると予想されてるわけですよ、うん、つまり50歳以下と50歳以上の数が同じくなるということです、うん、これ重要なことですね、はあはあはあ、それからあの、まあ、もう一個ちょっと後で言いますが、トランプ大統領の方針がガラッと変わったということね、年金 の, あの改正論議が今度ありますけど、はい、それが問題なんですけど、それちょっとね、うん、僕があの来るときにね、これ僕流の武田整理ですよ、はい、あのこれはあの一応総務省のデータ、きちっとしたデータから言ってますが、20歳から50歳の人、はい、この人は子供を育てながら働いてる人でしょ、簡単に言えば現役の、ね、それから50歳から80歳の人っていうのは働いてる人もいるけど、はい、まあ、主にあの、まあ、65から年金ですから、はい、ですから年金生活もしてる、それからお子さんもまあ言ってみれば普通の人はあまりもう子育てが一応終わってるような年齢、はいはい、ということで2つに分けました、はい、総資産働いてる方が1300万円、それから働きが終わった人って言ったら失礼だけど、まあ、僕みたいな人はね、それは4300万、ね、はい、3倍以上ですよ、3.5 倍っていうぐらいね、はい、それからこれはまだいいんだけど所得、これは臨時雇いの人を含んでないんで、はい、少し高めに平均が出てますが、20歳から50歳が590万年収ね、はい、それから50歳から80歳640万、これはね、あの平均所得がすごいいろいろ計算の方法があるんで、絶対値よりか相対値を見てほしいんですけど、はい、50歳から80歳のが50万近く、多いと、年金は20歳から50歳が、まあ、50からというか、ね、60から80に払ってるわけです、つまり貧乏人がちょっと言葉悪いかもしれないけど、貧乏人が金持ちにお金を払ってるわけですよ、資産は、だからね、今の年金制度ってものすごくおかしいわけですよ、ね、だってもう生活苦しいわけで、僕はいろいろ計算したのは、この20から50の人の教育負担、はい、これ20から50って書いてあることは0から20歳もこの人たちが見てるわけです、ね、こっちはまあ見てる人いるけど少ないわけ、だからね、生活する自分たちの人生をあの暮らして、はい、子供も一生懸命育ててる、世帯が、なんでね、あのお年寄りに、まあまあまあ、はい、ね、この現状に文句を言って、これやめようじゃないかって言ったのが、僕はトランプ大統領全部支持してるわけじゃないけど、トランプ大統領で、彼の偉いのはね、人間は体さえちゃんとしてれば働く方がいいんだとアメリカの大統領言ったの。アメリカってのはそういう思想じゃないんですよね、日本は二宮金次郎だけど、だけどアメリカはお金を貯めて休んだ方がいいんだっていう思想なのにね、トランプ大統領は、まあ、もちろん雇用の関係、それからあの経済発展の関係はもちろんあるんですけど、それも含めてですけど、だからこの現状を見てね、僕は日本の年金制度を大改革しないとね、もうね、これを機に、うん、そうそう、はい、でつまりね、僕なんか年寄りだからよく分かるの、友達なんか見て全部そうだ、あの老人がね、あのさ、若い人がね、老人に金なんかやるかこんな状態でって怒るけど、老人側の声を代弁させてもらえば、そういうことでずっと今まで人生やってきたんですよ、もう俺は60か65になったら引退して、で定年にもなって働くこともできない、はあはあ、一生懸命貯金貯めて、
うん、で夫婦で節約しながらやってるわけですよ、それを突如ね、もう100歳人生になるのが今からだいぶ前に分かってるのに、政府は、まあ、嘘つきながらっていうか、まあ、朝日新聞なんかの反撃が厳しいからっていう、もう無意味な反撃してくるからね、まあ、そういうのに負けたわけですよ、だけどもトランプ大統領言ったように、人間は、お金をもらって人生を送るよりか、働きながら人生を送った方がいいっていうのは正しいこと。でやっぱり自分の健康に気をつけて、健康であるっていうことは、政府の作戦に乗るんじゃなくて、自分の人生が豊かになるために正しく働く、で僕なんかだってさ、元気でテニスなんかやっちゃって、夜は一平さんと酒なんか飲み行ってやってるのにね、こういうこと言ってるのよ、武田はもうジジイだからもうやめたらどうかとか、それから運転免許を取り上げるとか、なんだ一体って脅迫されてるんですか先生、ちゃんとテニスも上級でやってるよと。いやいや、なんか面目ないだから社会全体が、そのまず社会全体のね、若い人がね、年寄りをね、お前年寄りなんよって言うんだよ、それまずやめなきゃだめ、そうしないと若い人も年金払わされちゃうから、で今度は年取った方も、いやこれはね、悪意があるわけじゃないけど、健康寿命っていうのが発表されたんだよ、そうするとね、やっぱりね、日本人は素直だから、俺もうね、動けないのかなと思って、老化しちゃう人多いの、僕の目の前にそうだったの、ちょうどその頃、72ぐらいで、思い込みもね、思い込みがね、だけども、そんなこと決してありませんよと、あなたもちゃんと階段を一生懸命登って、適当な運動して、栄養あるものを食べて、そして気力を充実させて、自分の人生だから、自分の人生を有意義に生かすと、今はそうじゃないんですよ、運転免許の返納が一番そうだけど、お前も死ね死ねっていう方向なの、後期高齢者って呼ぶでしょ、それで後期高齢者って呼んで、僕はここで何回か言ったけど、健康保険僕まだ働いてるのにね、75になると、もうお前は働いちゃいけないっつって国民健康保険に突如変わる、通知なく、いや通知あるけど一筆の通知だけで、そして周りからはお前年寄りだからやめろやめろって言われる、そしてそれが社会負担になってるわけですよ、それで消費税上げなきゃいけないんですよ、こんな馬鹿らしくないわけですよ、おかしいですよね、ですから若い人年寄りに対して、僕らも一緒に働こうと言って言わなきゃいけない、で僕名古屋市の経営アドバイザーやってるんだけど、3、4年前ね、名古屋市が高齢者対策っていうのをやったわけ、だから少子高齢者担当大臣なんてやめなきゃいけないのはね、僕はその時言ったんだよ、名古屋市が非常にいいね、素晴らしい高齢者対策を打ち出して僕に相談に来た、で僕はねこう言ったんですよ、高齢者って市民じゃないんですかって言ったんです、市民に対策はいらない、市民が市民に対して対策いらない、で高齢者を市民にしてくださいって言ったんです、僕はね、対策を取るんじゃなくて、問題であるかのようなね、そう、そしたら名古屋市は独自採用の職員の定年を60から80にしたんです、つまり、高齢者の市民入りですよ、だから今度必要なのは、高齢者の国民入りなんですよ、で高齢者を国民にするってことですよ、だから国民にするってことは、高齢者の運転免許なんてあれしないで、ちゃんと十分に訓練して、僕今度また訓練があるんだけど、訓練して、そして合格して、そしてそういう意欲を持って運転すると、そういうふうにしなきゃいけない、だから20歳と70歳と比べると、交通事故は20歳が多いのに、アクセルとブレーキの踏み間違いは20歳の方が多いのに、老人を排斥したいということをやって、そして年金が高いからって苦情言っちゃダメだっつってる。個別 の、 老人に必ずあなたも精一杯働いてください、その方があなたの人生もいいですよって呼びかける、そういう社会にならなきゃいけない、うん、オールピンピンコロリをね、それからねもう一つはね、これに関してねあんまり言うと須田さん怒っちゃうけど、そうですか、働き方改革みたいなバカなやつやってね、あれ決めた委員ってね、普通の市民国民じゃないんだよ、特殊ななんかね、なんかもう金持ち連中がね、なんか集まってね、働かない方がいいって、いや冗談じゃない、僕らね働かなきゃ生きていけないんだから、去年 の、 連休だって10連休ぐらい、あれ喜んでるのはね高級官僚だけですよ、タクシーの運転手さんなんかね、どうしたら生きていくのってこんな感じなんだ、もちろん当たり前ですよ、だって、毎日の収入で生きてる人って山ほどいるんだから、だからもうそういうバカなことやめて、働く改革は全部やめてね、働くことが尊いと、残業が尊いと、みんなで一緒に心を合わせて日本人は働こうじゃないかと、こういうふうにやって、おじいちゃんだからっつって、
ね、はい、排斥しないと、うん、確かに休みとか休暇って人から強いられるものではない気がしますね、うん、そうだよね、ということで、うん、何しろ、はい、あのいや僕ねさっき今ちょっと出てきたけど、名古屋市偉かったんだよ、っていうのは普通はねそのアドバイザーが言ったってね、はい、絶対反映しないのにね、人事課長が来て、武田先生の言う通りね、これからの時代は高齢化対策の時代じゃなくて、高齢化の方が市民として一緒に住む社会だから、それで、ね、定年をなくすって案もあったらしい、人事課の中では、だけどあまりにそれが極端だから武田式になっちゃうから、だからっつって一応80にしました、だから採用年齢ね、今まで45かなんかだったの採用、はい、あるでしょ上限が、79にしたんですよ、うん、79まで採用可能、ほうほう、定年80、だからまあもう一段階ぐらいで、うん、あの採用95、はい、あの100まで定年ったらね、そりゃね高齢者はね意欲湧きますよ、うん、だって働くことができるってことになるわけだから、はあはあ、したら健康にも気をつけよう、うん、人にも迷惑かけないようにしよう、格好もあまりみすぼらしい格好じゃなくてちゃんとした格好で街歩こうってなるでしょ、そりゃまあ僕はそうすべきだと思う、柔軟な対応ですよね、いや、うん、あの今日はちょっと熱して言いましたけど、うん、いや須田さんいかがですか、あとはよろしいよ、あとはってそのお任せ式でやるわもうただ最近芸風が人生功労しちゃうみたいな変わったのかぼやき漫画ですか人生人生功労師お分かりにならない方は検索されてみてください郁恵幸子さんという奥さんと一緒に漫才をね夫婦漫才をやられて味がある漫才だったね、最高でしたね、まあその話はどうでもいいですでもね僕思うんですけどね、やっぱりこういう議論が、大事なんだろうなと、はい、ね、要するになし崩し的に物事を進めていくんではなくて、こういった主張、武田先生のような主張があり、その一方でやっぱり年金介護医療どうするんだっていう議論があり、というね、中できちんと国民の合意形成を図って、はい、こういった社会保障制度は決めていくっていうのが必要だろうと、はい、でそうじゃないとさっきのね、働き方改革じゃないけれども逆しらなね、なんか高級官僚だとか、はい、なんかアドバイザーとかがさ、勝手に決めて押し付けてくるんですよ、誰がお前に決めろって言ったと、いうような状況になっちゃうわけなんですね、でまあそのことを踏まえてちょっと話をさせていただきたいんだけれども、そういう点でね、今回、まあ、施政方針演説含めてね、ここ最近全世代型の社会保障制度っていうね、全世代型って一体いつの間にこれ出てきたのと、ね、なんか勝手にね全世代型っていうね文言がかぶせられてるんですよ、ただねこれ振り返ってみるとどうなんだろうね、一番問題なのはまあ、いい悪いは別としてもね、民主党政権時代に、はい、3党合意でもって消費税率の引き上げ、5% から 10% への引き上げが、まあ、あの合意が見ましたねと、でその、ね、アップする分については増税する分については、はい、年金介護医療、年金介護医療、この社会保障制度の維持、充実に使いますよと、はい、そこにお金を回しますよということで、三党合意がなされて、ね、まあ、その時にじゃ国民が参加したかどうかは別としても、我々はとりあえずそれに参加したという手、賛成したという手が取られてるんですよ、つまり年金介護医療をきちんと、維持していきましょう、ね、はい、ということだったんだけども、でこれ何と、去年の10月1日に消費税増税されました、はい、8% から 10% になった時に、その引き上げ分の 2% 何使うんですかとなった時に、ね、あの幼児教育の無償化と待機児童問題の解消、で一体それ誰がね、国民の合意形成を行われたのか、私たちはそれを了解したのか、という部分では、全くね、無視されたまま勝手に決められちゃったんですよ。あー、でそれだとなんかこうついつまが合わなくなってくるから、ね、全世代型ですよと、社会保障制度改革ってのは全世代型なんだ、ということを後から後付けしたわけですよ、ね、ただまあそうは言っても、待機児童問題が社会問題化していることも分かるし、ね、幼児教育の教育費が高いということも分かるし、それがゆえにどうなんでしょうね、若いお母さん方が、社会に出ていく、働くこと、働くチャンスを失われてるってことも、これも理解できますよ、で結果的に働くことができなくて、お金を得ることができない、お金を使うことができなくて、それも経済的な損失あることも分からなくもない、でもそれを優先させて、年金介護医療は後回しにする、だってあの時三党合意の時このままいったら制度が維持することは難しいっていう話になってたじゃないですか、それは大丈夫なんですか、という問題が
積み残しになってるわけですよ。でそうするとね、さっき言われたように、まあ、あの先ほどねちょうどいい、はい、あの武田先生のね、この図表っていうのよくて、須田さんが僕の資料を使ってくれるってのは一体どういうことだろう。だからあのこれまではこちらの方が無視されていたから、こちらの方にもきちんとお金を使っていこうということなんですよ。つまりここからこっちへね、先生言われたように、ある種の所得移転、改革の所得移転が起こっているのはおかしいじゃないかと、はい、なぜならば総資産がこんなに差があるし、ね、年収において所得においてもこれだけ差があるのに、ね、あの所得、ね、その貧乏人が、この間さテレビで貧乏人がって言ったらビートたけしさんに笑われちゃって、地上波で久々ぶりに貧乏人って言葉を聞いたって、はい、そうでしょ、ね、あの今は随分つかちきないのらしいんだね、はい、貧乏人富裕層に、その所得移転が起こるっていうね、状況、これを修正していきましょう、それいいよ、志としてはいいんだけども、やっぱりそれをね国民の合意形成を図っていかないと、後でいろいろと問題が出てくるんじゃないか、本来だったらね、それここがポイント、本来だったらそれを国会でやるべきなんですよ、どこで合意形成が図れるかっていうと、別にねあのギリシャ時代でポリスなんか集めてさ、みんなで話し合うわけにいかないんだから、やっぱりそれは国会の仕事なんだけども、そのためのね、ただね、後で出てくると思うけども、やっぱり今回の、ね、通常国会も、はい、桜に始まるらしいわけ。ああ、やっぱりそうですね。でそういうことやってる場合ですかっていうことなんですね。でやっぱりね、それはね、いや、やってますよと、ね、いろんな委員会で議論はしてるんだ、違うの、予算委員会でやんなきゃだめ、予算委員会でやるからこそ、国会の中継があって、国民の合意形成が図れるっていう、そういう手続きがあるんだから、僕はね、だからね、NHK のね、今日はね、その新型コロナウイルスの話で評価されたけども、はい、国会中継やってるっていう NHK は僕、評価してるんですよ。ね、やっぱりあれは国民の合意形成をするためのツールっていうのは手立てだから、やっぱり、ただね、それを逆手にとって、なんかね、自分たちの、票につなげたいとか、人気アップにつなげたいみたいなところで、向こう受けするような、桜が、みたいなね、心になっちゃう。ばっか気にしてる人とか、ね。だから予算委員会でやんなきゃダメなの。他でやってますよってダメなの。はい、ね、ということを期待したいなと思いますね。あのね、まあ、あのもう3番目ちょっと時間がないから飛ばして、いいですか、52本は飛ばしてね、これ飛ばして、はい、飛ばしてね、ちょっと僕もコメント言うと、はい、今のあのね、あの須田さん言われたから、もちろんあの、桜とか、はい、IR とかいうもんであるよ、あれはやっぱりね、なんか特別委員会を開いてやるっていう、中心でやるんじゃなくて、その結果を聞くと、はい、そこにあのなんか特別検察官とか置いて、そして犯罪性があるかどうか、問題があったかどうかっていうのをやると、はい、司法のね、それで国会を止めないってことが重要で、外交も景気もね、こういった年金問題、社会の変化、はい、いっぱいあるのにね、もう何立憲民主党とかなんか知らないけど、あそこら辺さ、そんなことばっかり言ってるから、そうですね、もう3年も止まっちゃったでしょ、ものすごく大きな損失ですよ、もうこれはもう絶対に頑張ってこういうところで言わないとね、話にならないね。それからなんかね、あの働き方改革もね、はい、それから習近平の国賓来日とかね、なんかこの頃突如出てくるね、あの割合と全体の、国民全体の意向とかそういうのを反映してじゃないことがね、ぼっと出てきて、働き方改革もみんな困ってるわけだよ。全然合わないなと、何が意図でこんなの突然出てきたのと、働くことは働かないぐらいは自分たちで決めるよと、はい、そういうことが多くなってきたので、やっぱりそれはちょっと問題、それで52法案しか出なくて、それでもう全然政策はやりませんということになってね、何のためにね、僕ら選んでるか分かんないと、ね、過去最少ということですけどね。